皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の17回目、今回も問題演習をやります。はいは前回と同じ現在形、現在進行形、一般動詞の過去形、can とか be 動詞、この範囲で問題を解いていきます。では問題を見ていきましょう。1、括弧に入る正しいものを選びましょう、こういう問題ですね。括弧1では We 括弧 a party yesterday We 括弧 a party yesterday 選択肢は A が have 原型ですね。 E が had、 これ過去形ですね。 U が has、 has というのは三単元の S がついている形ですね。括弧1でポイントとなるの、注目すべきところは、一番最後にある、yesterday という単語です。yesterday というのは、昨日という意味ですよね。昨日のことですから、これは過去のことを言っている文ということで、動詞は過去形になっているはずです。ですから、この3つの中から過去形を選びます。過去形なのは、had。いいですね。で、had を入れると、We had a party yesterday. We had a party yesterday. 私たちは昨日パーティーがありました。こういう意味の文になるわけです。カッコ2です。Nancy, カッコ、studying math now.、ね、Nancy, カッコ、studying math now. これ、ing で now がついているから、be 動詞 ing の形、現在進行形の文だとわかります。ですから、括弧の中には B 動詞が入るわけです。B 動詞どんなものがあるかというと、A は M、ね、E が A、U が Is ですね。で、B 動詞というのは主語によってどれを使うかって決まっていました。I の時には Am、で、U や主語が複数形の場合は Are、で、それ以外の単数のもの、これは Is を使いました。で、主語を見てみましょう。この文章の主語はNancy ですから、 B 動詞は is を使うと分かります。ですから U が正解ということで、 Nancy is studying math now. Nancy is studying math now. Nancy は今数学の勉強をしている最中です、こういう現在進行形の文ができたわけです。3番です。 My mother doesn't the pianoMy mother doesn't the piano. 選択肢は A が plays。 で、三単元の S がついている形。ね、E が play。原型ですね。U が playing。ing がついた形。これは doesn't があるので、現在形の文章だということ。普段のことを言っている文章だということがわかるので、この U を選んじゃダメですね。では、plays か play、どちらを選ぶか。ここでポイントとなるのは、doesn't があることです。否定文ですよね。現在形の文章、否定文の時には、動詞は原形になるというルールでしたから、原形の play を選んで、my mother doesn't play the piano。my mother doesn't play the piano。ね、私のお母さんは普段ですよね。ピアノを弾きませんと。ピアノ弾きませんという、こういう意味の文が完成しました。4番です。 He is in the park now. He is in the park now. 選択肢は A が running、 E が runs、 三単元の S がついた形、 U が ran、 過去形ですね。走るの過去形 ran です。ここでは is があって後ろに now があるので、現在進行形、現在進行形ということが予想できますよね。じゃあ進行形は B 動詞、その後ろに ING の形になるということで、あの running を選びます。で、 He is running in the park now. He is running in the park now. 彼は今公園の中を走っているところです、こういう意味の文になるわけです。5番、They cannot cook coffee. They cannot cook coffee. 選択肢は A が drink、 原型ですね。
いが drinking ing 形。うが drinks 三単元 s がついている形です。ここでポイントとなるのは cannot です。で、can が入っていますよね。can が入っている文章では、これ動詞は原形を使うと。これ主語に関係なく動詞は原形を使うと。こういうルールでした。ですから原形の drink を選びます。They cannot drink coffee. They cannot drink coffee. 彼らはコーヒーを飲むことができませんと。こういう意味の文になるわけですね。では、私がこの括弧のところ、正しいものが入っている文を2回読みます。皆さんはどうぞ、この2回目の時ですね、私と一緒に英文を声に出して読んでみてください。例えばこういう具合です。私が1番だったら、We had a party yesterday. We had a party yesterday. このように2回読みます。この2回目の時、この時一緒に声に出してください。では言います。括弧1。We had a party yesterday. We had a party yesterday. 括弧2です。Nancy is studying math now. Nancy is studying math now. 括弧3です。My mother doesn't play the piano. My mother doesn't play the piano. 次行きます。4番です。He is running in the park now. He is running in the park now.5番です。They cannot drink coffee. They cannot drink coffee.、ね、では、大きな2番に行きましょう。2番は疑問文を作りましょう。こういう問題ですね。これ一般動詞の文、疑問文を作るとき、ね、主語の前に do、does、did。この3つのうちのどれかを置けばよかったんですね。そして動詞を原形に戻すと。これがルールでした。で、can とか be 動詞の文章では、can や be 動詞を主語の前に置き換えると。これで疑問文を作ったんですね。では、これをもとにして問題考えましょう。カッコ1。She went shopping today. She went shopping today.、ね、彼女は今日買い物に行きました。とこういう文章です。これを疑問文にしたとき、まず、カッコ丸1。で、C、カッコ丸に、shopping today。この丸1と丸に何が入るかということです。元の文章、ね、動詞を見ると、went となっています。went は、go の過去形ですから、これ過去形の疑問文になるわけです。一般動詞、過去形の疑問文を作るときには、主語の前に、did を置きましたね。ですから、丸1には、does, is, did。うの did、ね、これを置きます。did she という出だしになるわけですね。そして疑問文を作ったら動詞は原形に戻る。この went というのは原形が go でした。go の括弧形が went ですから、この2番の選択肢のあいうの中から go を選べばいいわけですね。原形 go ですからね。とここでDid she go shopping today? Did she go shopping today?、ね、彼女は今日買い物に行きましたかという疑問文が完成するわけです。では2番ですね。You can swim here. You can swim here. あなたはここで泳ぐことができますという、ね。許可をもらっているような文章ですね。これを疑問文にするとき。括弧 You swim here。ここに何が入るのか。can の文章では can を主語の前に置き直すと。そうすると疑問文になるというルールでしたね。ですからこの can が you の前に出てここに can が入ると。選択肢 a、i、u の中で can は u ですから u を選べば can you swim here? Can you swim here? あなたはここで泳ぐことができますかという疑問文ができたわけです。で、こちらも音読をして、この文法を覚えちゃっていきましょう。まず最初に私が元の文章、例えば1番でしたら、She went shopping today を読みます。そして疑問文と言った後で、Did she go shopping today? Did she go shopping today? と2回質問の文章を読みます。疑問文を読みます。
ですからこの2回私と一緒に声に出して読んでください。ではいきますね。1番 She went shopping today。 疑問文 Did she go shopping today? Did she go shopping today? 2番 You can swim here。 疑問文 Can you swim here? Can you swim here?いかがだったでしょうか。今回もこの現在形、現在進行形、一般動詞の過去形、これについての問題を解いていきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。